動機はいらないか。動機はね、いらない。オッケー。え、動機いらない？うん、俺のもうあの、はい、行きまーす。動機のバギー座長。あ、もう出た出た。前やったら。占領動機のバギー。バギー座長?1 年前って変わってるんだよ。1年前はバギーだったけど、今回座長バージョン。らしいです。なんか合わせて、みんななんか大人になった。経験とか前喜びながら。お疲れちゃったらったです。そしてバモス。そしてお疲れちゃったです、ミータンです。そしてバモス。そしてバモス。経験です。あらバモスじゃない。バモスじゃない。ケンズメッシュです。そしてライソンです。二度目。二度おいしい。久々コラボです。はい。5人のね。1年ちょいぶり。1年2ヶ月ぶり。だそう。でもまだ1年か。はい。うん、はい。今日もね、ちょっと前と同じ。お前の企画がすごい好評だったんですよ。前と同じ。またやんのか。またやんのか。こするな。いいだろ、普通に頑張んないとなるじゃん。というわけで、俺の中なら誰のプレイか分かる人を見たぞ。去年は多分全問正解いない。いない、うん、だから分かってない、俺らのことを理解できてない。残しが、まだやり残しが前回もいろいろあったからね、うん、ちょっとね、まあ、軽く説明すると、はい、もう事前に全員1人1試合、うん、試合のリプレイを俺がいただいてます。実はね、はい、それを今からみんなで見てって、このプレイはケンチだな、このプレイは麦だな、うまいからみたいなのをみんなでこう当てていく、まあ個人戦ですね。はい。で、まあ最終的に誰が一番ね、みんなと理解できてるのかっていう企画です。で、マジでタワースキン全員の見てきておいてよかった。ほんまに。まあ、見たところも、あの、ちょっと皆さんも、視聴者の方も、ね、視聴者の方だったら、そのタワースキンとかでわかるかもね、うん、で、前はあったんですよ、英語表記にしてくマセガキが来たんで。そう、わかったっす。あ、てかそのコメントに言われてたから、今回日本語にしてる、したわけも、なんで、まあそういったところで視聴者さんもね、ぜひ考えてみてください、これは誰だなっていうのを。はい、俺ら仲いいしな。うん、まあこれ、当たり前なんで、溶けて分かりた、溶けた、当たり前なんで。でもさっき麦が、なんか KK のだったら分かりそうだな。なんで言いましたけど。KK 最近見ないから。ああ、そうなんだ、うん。俺が言ったんだろうと。これで。もう負けられないね。みんなが麦って思ってんだから。さすが、いきます。はい。はい、1試合目。見えるかな。最後に、一気に、みんな最後にスマホメモして、最後に一気に、まあスマホでも脳内で、消去法でさ、最後2択みたいな、結構あの問題として欠陥ポイントがいっぱいあったから、企画として、うん、やばかったなあれ。今回は考えればすごかったね。そう、あれはやばい。全部最後よっしゃした。よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺前行っていい？いいよ。見えない、ね、最初から言えよ。いや、なんかもっと大きいと思ってたよ。ごめん。前から麦がね、いなかったんだよな。そうっす。そう。俺はいいっすよって言ってた。麦、自信あんの？あります。よし。一人目。じゃあ、いきます。はい、3、2、1。はい。今回 2.6 コグで統一。そう。あ、そうですね。デッキ統一 2.6 コグです。結構得意デッキだったから、嬉しかった。なるほど。バトルヒーローね。まあ普通の動き、なんか、もう大砲か、石油機大砲ね。あ、一応って言うと、俺は一応編集したんで、みんなの知ってはいます。あ、はい、以上、ラット5点じゃん。ラット全部以上、ラットそうです。はい、え、ラットも参加するの、これ当てるの。いや、なんかしないのか。それ言ってくんないよ。ずるかと思ったね。まあ、一応基礎は通ってるけどね、この人は、うん、まあ、合格。スケブに打てないと言うんだけど、読めると打たない派の人ですね、これは。反射神経で今いけるんで、結構年上。年上。ってことは、限られるな。俺が一緒なんだ、これ。なるほど。じゃあこれ、出た、ケンさんが。
疑って適当を編み出すだからもし自分であってもバレないようにね紛れ込んでね、うん、これ麦これどうだ忘れた麦だったら結構失望する、まあ、あのスキブだって若いんだからさそう絶対反応で打てるもんな、ね、この人かわいそうだなめっちゃ言われてる、まあ、あんまり今のところうまさはないっすよ、うん、まあなんかね爆動しない普通いやこのオブスキル大事スキル見えてるのにねえ、ま、え今うまくねえのなんか眉間にしわ寄ってるやついたからそいつはピキピキして誰だ上手くないんじゃねえ上手くないねないこれ下手だからケーキマジで違いそうケーキをちゃんと仕上げてきてんだこれえこれなんだろうまだなんかねえ打っと打たないぐらい味がしねえこの26ゴブスケをねなるほどねスケも好きだったね悪くないこのゴブスケで結構経験っぽいって思いますよあれその心はスケ追加してそうそういうみたいな考えるらしい言われるんだよ追加してそうな顔いけんかおーおおまあまあまあおしゃれあれなんそれ受けがなかっただけなの今アイスピやばいアイスピこれライキだなんだライキさん口数少ないやばいとかライキが今回前回ギガボールビーカーはめっちゃうまかったライキがああなるほどだとめっちゃうまかったんだけどこれ見てんのこめ誰が出来たろミニアムユーザーだと全然使わないもんね結構でもバトルに行った時とか負けることもある確かに負けたら分かんないもんね匂うなあでも相性良さそうチーム乗せるやつみんな好きみんな好きこんな感じ大丈夫かもうなんか頑張ってはいるけど頑張ってはいる努力は認めるえっとおおさすがにこれあったかだってホーク出す意味ねえしギンギンねうんなるほどね誰なんだろうマジこれつけてまあギンギンのねあれあいやあギンギンできてないですねマジでありえねえなライブラもキング起動の位置って結構人柄でいや割っちゃう結構あるよこれ、できないってことは検知だろ。あ、これ無理だ。できないってことは俺かっこいい。それ一人目無理よね。その基準が分かんないじゃん。そう、その3人目、3人目って見ていくとね。ラット俺か？その、順番はラットが…あ、もう俺がラットというか。そう、俺が適当にやってるだけだから。そう、分かってんのか。さあ、1人目、終了です。マジで味がしね皆さん、予想みたいなのこうある今のところの味がしないプレイヤー俺結構二択だなおお、まあ言わなくてもいいなんかどっちでもいい俺結構四択いや、分かってねえや自分以外かもう4択自分か自分以外か自分入ってそれは俺はもう入って4択でしょだろ、だと思った記憶ねえや枠が出てみるこれは、あのマスケのあれですキンキのねあれがおすすめ絞れると思う今一番汗かいてるやつ誰だ俺これもう決まってます言わないと、うん、俺も決まってる俺も決まってますでこれがまあ1人目です、はい、次2人目見ていきましょうえ今回これパーフェクトしたら何賞金とか出る感じですか、うん、出ますパーフェクト、うん、いやーパーフェクトジュースジュースあーみんなでジュースからいこうよっしゃ絶対当てる確かに1本とは言ってないしそういう感じ？じゃあ2人目はい、はい、いきます3、2、1ポイ麦だこれ、うん、初手で分かる今回相手はルイジェイかまあこのよろしく返してるんだねあ確かによろしくよく言うやつか麦言わねえもんなそういうことか麦はない返事しないから麦返事しない返事しないからこういう時のためのブラフねブラフ多分返さない本気でチューズ狙ってるこれで受けながら次銀今のとこ高い高いアグレッシブだねよっけが出てきて苦しそうこれ苦しいやろマスケ
もうスケで今ウィングで、はい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 、まさかまさか、アブラシして、まあまあまあ今のところまあ合格合格合格あげましょう。パッとしないですね。パッとしないね。こんな感じ今あるか、パッとしないね。人間の言葉ってちょっと見たらクソボロいな。前はなんか言ってたディガーを俺に行く。なるほど、結構反応速度のちゃんと全然若い、結構素直に僕飛ばすね。されないそれといるけどね、されるけど、されるけど、このホグなんかな、もうちょっと栄養が考えられてない。このホグね、なんか浅いこのホグは臭い臭いこのホグ浅い。どうしたか、麦だったら、麦だったら、あ、もうお説教だよ、こんなのどうだ、はい、喋んなこれ、へこんでんのか、麦めっちゃ言い訳見たんですって、今ビキビキしてんのか、ちょっと麦か、やるくなる、マジで固めますけど、ちょっとだからやんない、ガットがどういう影で潜っていくかだよね。ラガットもいいか、ラガット、俺らはどうだ、どうだ、マジでちょっとこれ、テンスか、あ、え、麦、あ、好きだ、やばい、これ、うまい、この4日はこの4日はもう一人しかいない、しかいない。オッケーオッケーオッケー、データ収集完了、絞れましたと。まあ今ちゃんとまず結構出て、あ、まあまあこれはわかりやすいよ、これと結構うまい、さすがに。いや、それで前ライクさんだったから、めっちゃうまい試合潜ってね。まあでもまあ、まあ、すぐ見たかったな、相性は良さそうでしたね。あ、ほぐっけちゃんとすぐけね。いや、このほぐっけはやっぱね、さっきの人一緒だった。同じやつと同じやつはない、ごめん、そういうのない、そういうの、そういうの準備してない。勝つだろうな、結構もう守り目だね。やっぱでも、だから、見つなしはないです。みんなやっぱ、多分全然飛ばさないですよ。ではないと思う。もう結構、僕しな。ちっちになってくると大丈夫。はい、これ回してよ。じゃあ、でも、はいはいはい。余裕があるね。うまい。うまい、それ、逆張りだこれ。逆張りだもんね。どういうことや、これでも、いや難しいな今回。今回ってやっぱ出しすぎだからさ、この一気もうね、下がってんけど、よかったよ。いや、内側にスケがあるときにね、絞るは必要だな。だいぶなんか怪しいな、バイクが来た、プレイが怪しい。お、いや、まあ、マジで待つんだよ、タイフォー2個で、このタイフォーマジで。あ、でもマツケンめってケンツくんか、なんかこの技術、なんか頑張ってる、ケンツくんっぽいな、頑張ってるね、やばい、はい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 、無理よ、無理やがるね、結構いいね。さあ、今のが2人目いいだろうな、まあ、よろしくも言ったもんね。どうぞ、よろしくぐらいしか言ったら、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 まあ、一般的な一般か、うん、一般人、まあ、普通普通だった。何点、まあ、Today Mugi's Point 何点、80点ぐらいです。あ、結構高いね。でも、え、誰かもう確信ある人とかいない、これ絶対これみたいな、2択だな、うん、4択かな。全然分かってないし。分かってない。いや、これな、でも、どうだろう。え、待って、マジで、むずくない？え、みんな分かってる？ぶっちゃけマジでむずいっす。ぶっちゃけ。普通に、全員同じだったら、これ。まあ、3人見たらね、マジで変わるよ。全部やっと。
全部俺ドッキリか。そう、ドッキリだ俺絶対。ワンチャン。はい、3人目開始です。そうそうそう、だから初手ホグとかさ、するかしないかとか大事そうじゃない。その飛び根を気にするのかとかさ。確かに、うん、今回は相手がラバマスケ、結構見破りポイントの気持ち。ああ、位置とかね。あ、ラバか相手。ラバ結構試されそう。うん、この合い声ね、結構いい合い声だな。だいぶね、エロいね、合流してる。あ、ファイブもちゃんと打ってる。あー、臭いな、これマジで。はい、あ、まだわかんない。いやー、いいやつ。なるほど。はい、麦ラバやっぱきつかった。うん、まあきつい。ははははは、全部やるね。はい、ちゃんとしてる。もうこっから、見物確かに。こっから見れるな。防衛っすよね、結局。ラバー行くな。基本、でもやること、まだここは限られてそうだけどな。これ負け気味の可能性もあるもんね。いや、そんなやつはいないです。いない。ここに、ここには。あ、ちゃんと。あ、いい感じで守る。あ、いい防衛。うん、まあでも誰でもいい。まあみんなか。まあね、ここにいるやつ余裕だよ。まあでもケンツっぽい動きじゃないかもな。ケンツではない。てめえ絶対いいもんね。おめでとうって。いや、いい方が。手札把握しっかりできてんだ、麦。そこの方が。お、誰か。なんか、あれ、なるほどな。分かったやつがいる。マジ、無駄ないね。今んとこね、綺麗。よくなぁ。マジ麦ぐらいしか使い慣れてないよ。うん、麦でも怪しいぐらい。確かに行くね。結構行くな。結構行くな。あ、不安。これはこれちょっとなんかな、怪しい。持ってきたな、なんか潤ってる。臭いもんな。なんか弱るってやつ。マジで危なくない。ああ、でも、いやでも負けろ負けろ、ちゃんと負けろ。いや、マイブレホークめっちゃ怪しいけどな。ちょっと焦りが。いや、これ、あれ負けるし、だいぶ締まれそうだな、マジで。いや、もう結構苦しそうに。あ、でもいいファンだな、これは。これとかでもいいだろうな。あ、そっか。今、かかったぞ、大砲、これ。無理やってるの。これ。誰だ。お。お。お。苦しい苦しい苦しい。マジだマジ。マジ。あ、でも自分は受けない受けない。こいつ何怪しい。自分なの知らないで打って変な打って打って。え。何やってんの。あれこれ潜ってけって言うてる。お。最後のキング巻き込みだよ。大まじさが言おったじゃん。そのまじさが言おったじゃん。え、これも結構さっきのやっぱ小まじきやつ2個とは違う感じがしたよね。確かに。でも、うまいやつが潜ってんのか。まあに、寄せてるのあるかもね、うん、めちゃくちゃ本気でうまくするのもあれば、わざとふざけてるみたいなね。確かに、だってファイブを打ってないもん。ファイブのファイブなんか、ね、なんか嫌だね。なんか嫌だね。なんか嫌。臭かった。臭かった。次4人目見に行く。いよいよです。4人目いきます。ちょっと浮かってきたな。ちょっとなんか耳が入ってる。いきます、3、2、1。タワースキンとか知らねえしな、実際。だからこの悪趣味なスキンつけてくれた。あ、この人はグラッチャレかな。あ、さっきもあったか。リップじゃないですよ。あ、そうだ。ほんとだ。ってことは、ブーンってやめてんやつか。リプレイを全員に1人1個266くださいって僕が送って、うん、1人だけ、ライブプレイ。この人だけでライブプレイです。まあ、だってリプレイってまあ、日本語がわかんない。そうだけど、話が聞けないこと、話が聞けないことは、意識もう、ついてない。ね、試合でかもしれない。試合見なくてもわかる。もう、これはもうね、結構わかるよ。
話聞かないとか言ってるよ、そんな感じ。時間少ないけど、どうぞ。焦っちゃうの？じゃあ、プレイなかったか、プレイで変わるかもしれない、プレイで。相手はスケガか？うん、最近ちょっといるやつか。タップの速さとかも見れそうっすね。うん、こっちだとね。この上、苦しい。うわ、タイプ置かない。うわー、うわくそやな、マジ。これは？これは無理だろうね。マスキンも、あ、でも、まあ、いやー、麦から下手くそが出ました。クソです。みんながいいんだぞ。これ麦、あ、ウッドカメラ。えらい。今ウッドカメラ、かわいいな。真ん中に構えてた。おー、いい街。はいはい。おー、うまい。スライドしてるな。スライド型の時点でもね、大木さんのイメージは俺タップしてる癖あるんですよ、カード下ね。あーね、こうなるからリプレイで出せって言ったのほんまに誰だこいつ。ケンチさんの可能性何してんの。おお、何してんの。何してんの。何してんの。ゲゲいや、あいつが、にょって勝つのか、これ不安にやる負けだもん。あ、一人だけ怪しい人いました。お、人狼がいます。人狼がいます。肩丸めて26年にしないの。おけだけ、ゲイプレイじゃないんかっつって背中丸めてるやつがいる。リプレイじゃないの。おもろい。面白い。おお、うまい。おお、読み。あ、でもまあ分かっちまったな、これ。うん、結構甘えたことしてもない。いけ。あれ、俺っすか。いやいや、ただ呼んだだけ。あどうあれ、今どう戻って、玉掛けじじいが。たまにじじいだ。よいじじいだ。いいなぁ。だいぶ消えたよ、来た。行け、僕、ここだ。ここしかねえ。勝ちそうでもある。大砲でとりあえず雑いけ、ね、雑いけ、ね、置いとけええやろ。玉がきやげるとね。俺なのかって。そういうことはもしかしたら雑いから自分の名前出るのやばいな。正しい。確かに見えやすい。あ、いい方でも守りますか。トップの早い。わー、なるほど。トルトゲーム。なるほど。すげえ。吹き吹きスタンプ持ってたわ。いやー、自分から言うあたりはちょっと。いや、これまあ分かりました。4人目でした。はいはい。もう5人目いっちゃう。お、5人目いっちゃう。みんな強い。その方がだって、かわいそう、今の4人目。バレバレすぎて。今のやつ、かわいそう。かわいそう。かわいい。ラストです。はい。この中で1人だけまだプレイ見えてないやつがいます。はい、3、2、1、ぽい。いやー、なんかね、麦がまだ出てきてない、俺の中では。マジっすか。うん、絶対出たけどな、麦。あはは、麦行った。ほんと？麦ちゃんとやってるの。あー、このアンスピードあるか。このアンスピード麦だったら、こっちだって。確かに。この方が…それで。いやー、めっちゃ食べる。マジわかんないから、みんなさ、ちょっと相性きついマッチアップじゃん。ちょっと苦しいなりしてる。そういう環境なのかな。負けにくるっぽいっすよね。相性めっちゃ悪そうじゃん。あれ、いや、このマジで検知しないのやばいだし。だいぶ沼だな。これもなんか、だぞ、絶対。めっちゃ言われるやつ、これ。なんだこれ。これでティガリーが落としたの。
してる。ここで拾えるわけない。おいおいおい、うまい。え、あいつ来た。え、滑り込ましてね。こいつだけ。あ、取ったよ。あ、取っとかなきゃ。あ、とかき、変なとこやな、うち。これ勝てるんか。だったらすごいけど。これ負けのまま停止したやつ、今日舐めてる。フライドがない。ね。見てない。あ、出てた。しとけばいいと思ってるやつだから。あー、これ多分たまたま勝ちしてた人。あー、ね、これをやる人は結構うまい人のイメージある。知ってるよね、そのマスキホグを。あ、みんな知ってるんだよ。まあまあまあ言うとりますけど、言うとりますけど特徴的だ。待って、おーおー、おバイプじゃないですかね。まだ節約家だ。節約家がいる。ちょっとケチに来た。ケチ、ちょっとケチ上がったじゃん。なんか嫌だ。そんなの上がんの。節約家がいる。節約、次ではラストだな。ケチ。だいぶ行くね。パッとしない。パッとしない。パッとしない。マジで。大丈夫か。おお、苦しい。あげあげあげあれあれあれ、タイプの位置も1個上でいい。一個上でいいやね。うん、間違いない。でもマジで、おラッキー。今のところ今日で一番下手。あ、まだマジでアイプレさ、いや、そう、なんか足りない意識が間違いない。あ、舐めてるから。前にもできるって言ってる。さっきマジアちゃんもう気まくりみたいな。はい、俺、ね、おお、いいね。またマジアちゃんに怯える日々が。俺信じてるな。はいはい、勝てるこれ。いや、だいぶ頑張るな、ワイボで。しかも、キングバロー。しっかり。キング巻き込んで、気持ちよくなるかもしれない。うわー、すごい。大砲の位置がこれまた。怖い、これ。いや、これは。おお、おお、あれ、あ、やばい。そうなるよな、絶対。あれ、今、情けない大砲まで。うわ、きつい。きつい、これ。あ、誰だ、これ、おい。1人目はゴレ、対ゴレ、ヒーラーゴレのね。で、2人目がロイジャイ、直径付け金マザニックロイジャイ。え、一発目がゴレだっけ。そう、一発目ゴレ、ゴレ、ロイジャイ、ラバー、うん、ラバーで、あの、話聞かないやつ。話聞かないやつ。話聞かないやつは対戦がスケラか。で、最後のあれだ、下手なやつ。下手なやつだよ。いやー、これ5人今回はふざけずマジで当てに行くわ。絶対当てます。
これマジ、マジ、じゃあ行こう。これでも、難しい、普通に。ちょっと、見んといて。ちょっと見んだよ。じゃあ皆さんもね、視聴者の方もぜひね。ラット、ラットどこだ？ラットがね、本当に。これむずいな。みんな。だろうなあれ4戦目なんでしょ4戦目はのスケラスケラで話聞けないやつ話聞けないやつライブライブライブプレイのやつまだ振り返るとそうだねそこあ来たこれ5人目がアイゴレが特徴話聞けないやつあの話聞けないやつ振りだけだったか分からんけど その前に話聞けないやつやっちゃいやっちゃうよねやっちゃうそうまずやっちゃうよねえじゃんみたいな確かに確かにこういった方だけリプリやってたら詐欺師だ絶対あとはなんか3人目が最後ねキング回るキングまとめてるウッド最後だってシバウッドしてた、うん、1個手前いやむずっこれじゃこれだなあれってなるといやー話聞かない要するになんだねシバウッドって多分これちょっとみんな3回目もう1回いきます、うん、これラット以外3回目スキラ3回目ラバなんですかラバだねこれ高めますけど最後の林3回目残りこれ74でこの5打つ前あーこれねこれ芝生してるこれ何墓石破壊とかじゃなくてただ見せたねもうただ端前でよっ削りでも5打ちゃいいもんねだってそう5あるけど打ってないこいつ失敗ってしそういうのかそういうことか、一番前言ってんの3人前、30秒しかも74って落ちないっしょって落ちないかもね落ちないっすあ、てことは意図的に神キスとかでもだって5だってもうあるよ、手札あ、そっかだから問題にしてる今ポーチしてあー、今回の去年のオゲがいいのね幼稚全部って一人も今、これラットさんが気づいたってますか、今これあ、そうだからウッド、そういえば削れてなかったなと思ってラットさんのトンさんとあれブラグブラグマン。ブラグマン。それが何試合目 ?3 試合目。3試合目でグラブって。あんまり触れられなかった、かわいそうな人。いや、でも、ケンツさんもいいな。はい、あー、うまいってことだよ。そういう、いや、なんか。結構でもうまかったよ。いや、下手だったと思う。ラバ戦はすごい下手だって。あはは。下手だな。下手で。言われてるぞ、めっちゃ。とりあえず、もう結果、あ、じゃあ、できました、これ。全体的にあんまみんな上手くなかったじゃん。じゃあ、俺がみんなに1人目。誰々だと思うっていうのを言ってもらって、うん、正解者どうぞでもその人が俺だよってはい OK じゃあ1人目の対ゴレヒーラー、うん、皆さん予想どうぞラットケイケン麦はぁ、あ、おぉラットケイケン割れたよね麦いやでも割れてるラットケイケン麦、はい、ってことはもう麦じゃねえじゃん確かにラットか正解はいや俺でした。うわいい。うわいい。今のが確かに全然無理だと思った。消去法でも来たらもこれは素晴らしい。はい。よくやりました。罰だった。え、じゃあ違う話。うわあ。そっか。でもそれも踏まえてね。一旦考え変えると変えれないもんね。あ、いやいいよ。全然もうだって全問正解ないから。あ、本当？いい。はい。じゃあこっちだ。もう壊れてだって。二戦目が。そう、2戦目ロイジャイ。オッケー、じゃあ、2戦目行こうぜ。いや、いいね、でも、経験ムギムギだと思ってもらえるって嬉しいっすね、この。いや、まじなんか。ことは、ムギがいるよ、まだ。いや、俺の中で経験はうまくないっすか。あれあれ待って、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 ライキーケイケイおぉケイケイよ俺方はケイケイですねなんでマジか俺方だね俺めちゃくちゃ外してるやんケイケイっぽかったもんねえ麦ケイケイライキーおぉすごい麦だけ正解だ本人の時に適当に言ってくる適当に言った方が適当に言ってくる今回最後だったからまあそうまあ多分どうせみんなその聞いて帰るはないきないメモしてるから確かにはじゃあこうだライキさんにとっては俺のプレイあと KK あと誰あとライキと俺と麦が残ってくそうそうここの3人がまだこれも確定やまか問題意識したくねえじゃん確定やんだから話聞かないやつ下手なやつ下手ねマグっとくやつでしょ普通にでもラップ以外あま KK もやんないなもともと3択じゃあこの3人目は
対ラバですね。あ、もうこれも一択です。一択です。はい、はい、3人目対ラバの予想。はい、ケンツ。爪。OK です。問題です。ちゃんとあの芝呪文やったろうと思ったけど、なんかあんまちゃんとできないんで。日本人で。ここで弁明しとくわ。動画でね。でも結構今そうだよ。よく似合ったから、結構これ今回いけたんちゃうと思ったけど、ファイブ30秒ぐらい握ってたんだ。ファイブにいいよね、やっぱ。これ分かったな。これ、バイちまったか。じゃあもう残りこれ、2択だ。麦とか。あ、本人たち分かる。ここの2人こっちから行ったもいいんです。そうだ。残りがスケラと、ウォールブレイカー。で、これが麦からイキさんです。はい、じゃあ。じゃあ。4人目のタイスケラが。タイスケラが麦で、ライブプレイの一つ。5個。ライブプレイ、話聞かないやつ。話聞かないやつが麦で、最後が来季です。僕も同じです。あ、じゃあ話聞かないのが麦。で、ウォールブレイカーがイキさん。どうしたらいい？俺は、4つ目は来季さんだと思います。お、来季は？俺4つ目麦だと思う。え？え、なすぎやってね。4人目話聞かないスケラはライカです。5人目ウォールブレイカー麦でした。じゃあこれはフラフス。潜りに行ったところ。潜ったっす。あ、なるほどね。だから俺ね、潜りに行ってもなるほどね、やっぱ西見てると思ってたよ。あー、マジか。外気の潜りだと思ってる。あ、じゃあ話聞いて、なんか麦の方がリプレイで撮ってそうだなと思っちゃった。あ、俺最初ライブで撮ったんですよ。あ、リプって言われてたんで撮り直した。ああ、いやちゃんとライブだったんだ。いや、最初ライキセンスだったけど、ここまで来て麦とライキさんってなったら、ああ、あのウォールディガーにアイゴラ当てたのが許せなかった。いや、麦だったんや。これは作詞ね、作詞だもん。ってことは全問正解者はいませんでした。え、意外と初めに自分の答えってたら4かな、俺は。いやー、すごいすごい。あ、でも俺も今何外したの。俺、あれだ、麦系系の。あー、あ、すごいね、そしたらロイジャイのやつ。俺らまだ1年経ってもまだ不仲だ。まだ不仲だ。俺、自分のやつしか合ってない。あと全外し。ダメだ。ダメだ、ダメ。もう、知らねえ。知らねえ。知らねえ。ちゃんと夏は飲めなきゃ。いやー、嬉しい。マジか。5個目に俺出すぎるかなと思ったけど。あー、ラバの方そんな出てた俺。なんかでもやっぱ分かるっすね。でもケンツだけがみんな全員合ってたよね。そう、なんでだ。大砲とか大砲とマスケの位置とか言われる。アイゴレの残し方とか。結構4試合ぐらいやって一番いいやつ提出したい。あと負けリプ。さすがに最後の呪文で確信。ああ、いや、潜ってくるやついると思ったね、呪文。試験口やめたな。なんか真面目にひよっちゃうな。真面目にいきましたね。なるほどね。というわけで面白い。次なんか次のデッキだけ決めよう。ああ、確かにね。何がいい。前回は高回転ゴールブレイク、今回は26高回転をやめるとか。特徴でない、エギゴミでもいいでしょ。これだとね、中型ぐらいでね、分かりやすいで言っていいから。人気とか。ああ、面白そう。うわー、いいね。そのあり人とれとか攻めに行く。確かに。その辺を参考にしてね、またやれたら。はい、お願いします。ここで告知なんですけども、大会をね、大会がね開かれます。ケンプ出題の DL という、ね、大会が行われて、はい、その予選がね19、20、21に行われますので、はい、もうすぐ、はい、始まるので、ぜひ。ケンツメッシュチャンネルで1000人大会ね、夜7時とか8時とか書いてあると思うんで、ぜひ参加してください。詳しく話した動画はあります、ここに。はい、まあ、勝ち進むと、僕らと一緒に試合したりとか、そういうところもね、ありえますので、お願いします。誰でも参加できます。はい、あと、みんなのチャンネルでも撮ったんで。はい、乗りますんで、概要欄貼っておくんで。お願いします。ぜひ、チェックしてください。チャンネル登録もお願いします。お願いします。では、お疲れ様でした。